アースクリスタルは30階から下にあったね。確か。そうやね。あれ？おお、アメシストだ、あれは。また？だから。うん。アメシストじゃなくてですね。あ、またアメシスト。アメシスト。でも、アースクリスタルが。全然ないね。あ、あったー奇跡あ、なんか、持っとるで。おはようございます。朝6時何を持っているんでしょうか。料理やな。カリフラワーのなんか炒め物かな、なんか。ゴミ箱からあさったやつだよね、これ確か。では、今日もスタディバレー始めていきましょう、はい。今日は6日土曜日ですね。はい。あ、明日は数センチの積雪。ほんとだ。そして占いは、今日は精霊たちの金魚、うんうん、いいみたいですよ。なるほどね。少しだけ運勢が上がります。お、今日はいい天気ですね。じゃあ早速行きましょうか。うん。あ、手紙が来ている。なんだろう。ちょっと変な頼み事をしたいんだ。秘密を守ってくれるか。うん、実はエミリーに石をプレゼントしたいんだ。あ、彼女アメシストが好きなんだよ。あ、俺からだって言って渡してくれないかな。アメシスト？石って普通のあの灰色の石かと思っちゃった。アメシストって紫のやつだね。あ、鉱山に。なるほど。行かないと。あれを取りに行かないと。うん。こんな雪の日にお、まだちょっとちっちゃいね。赤ん坊だ。まだ乳搾りは無理やね。うん。餌をじゃあ置いとこうか炒め物じゃあ、鶏さんは鶏の様子はどうかな。お、卵産んでるね。うんうん。お、3つも産んでる。元気そうだね。2ヶ月とかって書いてあるからさ、うん、これゆくゆくは死んでいくの？ああ、年老いていくかもしれないね、うん、どうなんだろう。洞窟のコウモリは仕事してるかな？してない。してない。冬場活動停止なわけねえだろ。お、あ、できてる。冬やのにできてるやん。松屋市？あ、そういうことね。松屋にか松屋市ってでは今日はですね、鉱山にアースクリスタルを取りに行って、うん、マヨネーズマシンをもっともっと製造したいと思います。ういう、ね、クラフトしていきたいと思います。じゃあ今卵取れたし、うん、ついでに作っていく。そうしよう。結構加工品が高く売れることが分かったんで、ね、うん、この間の時マヨネーズすっごい高く売れたからね、うん、ちょっといらないものを置いていきたいと思います。サイクルマシンにゴミをぶっ込んでと。これ何やろ。これ新聞紙だね。新聞紙は何になるんやろ。一つゴミを持っていくかじゃあいざ鉱山へ行こう。行こう。じゃあカニカゴを見に行ってから、うん、鉱山に行きたいと思います。落ちてる。なんかしかもニョロニョロもあるよ。これ全然行けへんパターンやね本当だね。結構やること冬もあるね。障害物が。うん。お、本だ。久しぶりに図書館に。失われたか。ないね。他ないね。雪だから誰も出てないな。よしよし。よしよしよし。どうだ？ない、ね、うん、ない。やっぱ冬やからね。うん、誰も出てこい。蝶ちゃんとかは？ない。ない。ギリギリ、危ねえ。危ねえ。なかったね、今のは。めちゃくちゃ危ない。また好感度下がるとこだったよ。本当に危ないね。好感度下がったらもう。町長から出て行け宣言される取り返しつかへんことになる。ライナスのこと言ってるのに。ほんとやで。 お、めっちゃ入ってる。ゴミがいっぱいゴミなんか前回からゴミにすごく縁があるんだけど。ほんとや。あの自分の敷地で釣りした時もゴミだらけだったよね。うんうん。あのでも敷地は仕方がないんじゃない。そうなのかな。うん、だって前のおじいちゃんが全部捨ててたよそう思ってるけどどうなんかな、本当のところ。もう捨てまくってたんやろ。うん。それは孫として仕方がない。じゃあ、この辺のゴミも回収していこうか。またリサイクルボックスに。鉱山。いけるんじゃねえかな、こんだけ空いてたら。大丈夫？うん。ここにやっぱりチェスト置いといてよかったね。うん。ウニも拾っちゃおうか。うんうん。いけるかな、鉱山。でも結構鉱山ね、いろんな種類の鉱石があるからね。そうそうそう。ああ、あんなとこにも。本当だ。わあ、もう11時か。お昼から行けばいいか。お昼から、そうやね、ランチ食べてカリフラワー食べてね。カリフラワー食べて。あ、ニョロ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 だ。怖いだ鉱山行くまでに持ち物がじゃあゴミを
持ってきたの間違えた。鉱山のとこのチェストに入れといたらいいんじゃない？アースクリスタルは30階から下にあったね。確か。そうやね。うん、ちょっと待ってね。気になる。で、どうやら100階より下らへんに、ドクロの鍵っていうのがあるらしくて、そのドクロの鍵手に入れたら、砂漠に行けるようになった時、砂漠かな、その砂漠は無限に行き来て、行き来っていうか無限に行ける炭鉱があるらしくて、そこに入る鍵がドクロの鍵らしい。そうなんだ、制限がないねんて。100階まで掘り進めないと、ただエレベーターがないとか書いてあったから、どうやって帰るの？帰るときはもう出たら自力で？いやもうだから次からまた100階まで行ったら100階からっていうのができひんのじゃない？そういうことね。じゃあどんどん掘り進めないと、どんどん掘り進めないといけないところじゃない？いちいち掘り進めるんだ。多分こういう石をいっぱい集めて階段作っといた方がいいんじゃないかな。アメシスト、さっき言ってたアメシスト、もう手に入った。アースクリスタルを見に行こう。そうしよう。下に続く階段がないよ。下にほら、上にある、上にほら、あるじゃん。あるある、ここ、こんな近くに。めっちゃ掘ってたよ。タルタル、アースクリスタルね。じゃあアメシストは手に入れたから、今度はアースクリスタルを。オッケー。アースクリスタルなら、アースクリスタルって普通にポンって置いてなかった？うん、ポンって置いてるか、うん、こうやって石から出るか。石からも出んの？うん、多分出ると思うんだ。へぇ、破壊していったら。でもポンって置いてある時の方が確率高いよね。敵が持ってることもたまにあったっけ？たまにね。でもどの敵だったかが。あ、これはこれは来た、コウモリタイムだ。コウモリタイム。これはこのどこだ、霧が晴れるまで永遠に来るで。どこから来るんだ。オビエル、これトムやったっけ、名前忘れてた。トム、オビエル、トム討伐後ろへ。でもさすがやな、この剣やと一撃 や、うん、この回は生だ。あ、そうやね、コウモリ弱いもん、黒いし。いやー、これには苦労したよな。よし、もう行こう行こう。アースクリスタルないね。ないね。ここの階広いね。あれ？おお、アメシストだ、あれは。また？だから、うん。アメシストじゃなくてですね。あ、またアメシスト。アメシスト。だから、アースクリスタルってこんな出にくかったっけ？結構序盤に、結構取ってたんだけど、そうやね。その都度売ってたからね。この階？な、本当に。こう、もう午後7時やで。ほんとだ。気づいたらこんな時間や。アースクリスタルどころか。ちょっとスススマークも出るかもしれん。肉。あ、肉。うわ、こいつ見えないよ。肉いっぱいゲットしたよ。肉はいっぱいゲットできたね。でもアースクリスタルが。全然ないね。あ、どうぞ。あったー、新世紀。早く帰ろう。帰ろう。早く帰ろう、早く帰ろう。どうぞ、帰ろうぞ。もう一回だけ階段登る人、もう一回。ロックが出るね、おじさん。あるかもしれんで。聞こう。ない？どうだろう。あ、あの、あ、いい。下降りろってこと？ここで階段出るんかよ。あのほら、銅の大群があるよ。あ、そう、あれはもう取ってこ。うん、取ってこ、取ってこ。ね、まあでも全然8時40分だから。そうやね。何を恐れることがある。まあ、ロックがあるじゃないか。あ、ほんまやね。侍もちゃんと自分で帰ってくる。じゃあもう一回下行っちゃおうか。ロックが出るね。あるかもしれんやん。そうだね。お？またどう？うん。え？空箱？木箱だね。あ、木箱？うん。石しか入ってんかったね。うわ、すごい力んでる。あ、これひょっとしてほら、トロッコのとこちょいって触ったら石炭あるかもしれんで。あれ、トロッコどこ？トロッコどこ？見せかけや、見せかけ。ややこしいな。樽だ。樽や。なんもないか。なんもない。仕方がない。10時か。もうそろそろ帰った方がいいかな。行くねー。行こう。ないねー。ないー。いや、まだここでないって判断するのは早いな。でも、マヨネーズマシン作らないと。あ、ほんまや。もう帰ろう帰ろう。って言ってたらあるとか。ないー。もう行こう、行こう行こう行こう。帰ろう帰ろう帰ろう。一個だけでもね。うん。マヨネーズマシンできる。貴重だね、アースクリスタル。
いやー、なかなかないね。うん。あと納品もせなあかんで。そうだね。今回収益なしになるで。あ、マヨネーズ。マヨネーズも掘り込んだ。これ貴重貴重。アースクリスタルと木材と石と銅の延べ棒だ。ある？石でしょ。銅の延べ棒でしょ。木材。オッケー。これで作れる？オッケー。あ、これでこれから3つ作れるね。ね。どこに置く？どこに置こう。ポストの前に置いたらちょっとややこしくなるからね。ここに階段とかに。まあいいか。うん。卵ってまだあったよね。あ、卵冷蔵庫かな。お、17個もあったぞ。いいね、卵。あ、すすすマークが。よし、これで寝ようか。寝よう寝よう。赤文字、赤文字。うん。邪魔だ、時計。犬。犬寝てた。お、何？最高レベル？へぇ。7になったね。お、やっぱりマヨネーズすげえな。ほんとだ。2つでこれやで。ほんとだね。毎日作ったらすごくない？うん。